交流戦に入って3カード連続で負け越し、1勝7敗という苦しいスタートになった岡田タイガース。ただ同じくチーム状態が悪かった西武には勝ち越し、得点力不足も解消されつつあるので、浮上のきっかけをつかみつつあると言ってよいでしょう。残る2カードは故障者が多い中でも投手力を武器に接戦を拾っているオリックス、そして首位を独走するソフトバンクとの対戦ということで、厳しい6連戦になりそうです。今回の動画では、オリックス3連戦の両チームの予想先発、そしてオリックス打線について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、両チームの予想先発から見ていきましょう。初戦はタイガースが村上選手、オリックスが曽谷選手の先発になると予想しています。村上選手はここまで9試合に登板し、2勝4敗、防御率 1.97 という成績。9試合中7試合でクオリティスタートを達成し、防御率も1点台と安定していますが、援護に恵まれず、勝ち星は伸びていません。完投勝利を挙げた4月30日の広島戦で勝ったのを最後に現在3連敗中で、なんとか勝ってほしいです。登板間隔を空けて臨んだ前回の楽天戦では6回6安打1失点と好投。状態は決して悪くなさそうです。今シーズンの村上選手は右打者に3割近く打たれており、紅林選手や中川選手といった右打者へのピッチングが鍵を握るのではないでしょうか。一方の曽谷選手はここまで7試合に登板し、3勝2敗、防御率 2.93 という成績。コントロールが少しずつまとまるようになってきた印象で、確実にレベルアップしている投手です。昨年の交流戦でもタイガース戦で先発しており、その試合は4回途中6失点でノックアウト。ミエセス選手や佐藤輝明選手にタイムリーヒットが飛び出し、タイガース打線が攻略しました。タイガースサイドからすると良いイメージがあると思うので、なんとか村上選手を援護してあげてほしいですね。続く2戦目はタイガースが大竹選手、オリックスがエスピノーザ選手の先発になると予想しています。大竹選手はここまで10試合に登板し、4勝3敗、防御率 2.61 という成績。5月の月間防御率が 1.38 を記録するなど安定しており、6月5日の前回登板でも7回途中無失点と、抜群のピッチングを披露しました。10試合中8試合でクオリティスタートを達成するなど非常に安定しているので、今回も試合を作ってくれそうです。大竹選手は昨シーズンの日本シリーズでオリックスと対戦しており、その試合は5回1失点でチームの勝利に貢献。そしてその試合でホームランを浴びたゴンザレス選手は腰痛で戦列を離れており、良いイメージでマウンドに上がれると思います。一方のエスピノーザ選手はここまで9試合に登板し、4勝3敗、防御率 2.21 という成績。4月に月間防御率 0.43 を記録するなど強烈なピッチングを見せていましたが、5月は月間防御率 4.50 と成績が悪化しており、開幕当初よりは少し状態が落ちています。それでも交流戦2試合はいずれもクオリティスタートを達成しており、決して簡単な相手ではありません。エスピノーザ選手は右投手ながら右打者の方が打たれており、岡田監督がどのようなスタメンを組むのかも注目です。そして3戦目はタイガースが西勇輝選手、オリックスが田嶋選手の先発になると予想しています。西勇輝選手はここまで8試合に登板し、2勝3敗、防御率 1.79 という成績。規定投球回数には到達していませんが、リーグ7位相当の防御率で、非常に安定しています。ただ交流戦では4回4失点、6回4失点といずれもクオリティスタートを達成できておらず、少し心配です。2試合続けて自身の守備のミスとピッチャーに打たれての失点があり、ベテランらしくないピッチングが続いています。昨年の日本シリーズで打ち込まれた古巣オリックス相手にどのようなピッチングを見せてくれるのか、非常に注目です。
一方の田嶋選手はここまで8試合に登板し、3勝2敗、防御率 3.89 という成績。被打率が2割8分5厘と高く、8試合中1試合しかクオリティスタートを達成できていないなど、状態は決して良くありません。昨シーズンは1試合平均して6回以上投げていましたが、今シーズンは平均5回未満となっており、5回前後で交代する試合がほとんどです。ただ、日本シリーズで対戦した際には7回4安打無失点と完璧に抑えられており、独特の角度から強いボールを投げ込む田嶋選手を攻略できるイメージはあまり湧きません。状態があまり良くない田嶋選手を攻略できるのか、非常に注目です。それでは3試合の予想先発をまとめたこちらの表をご覧ください。チームカラーは非常に似ており、ロースコアの展開になる可能性は高いでしょう。勝ちパターンの状態が落ちているタイガース、そして中継ぎに怪我人が相次いでいるオリックスと、中継ぎに不安を残している点もよく似ています。それでは続いて、オリックス打線についても見ていきましょう。現在のオリックスは、リードオフマンとして活躍していた福田選手や森選手、ゴンザレス選手などが故障で戦列を離れており、日本シリーズの時とはメンバーが大きく変わっています。さらには昨シーズン首位打者を獲得した頓宮選手も苦しんでおり、タイガース投手陣が本来のピッチングをできれば、十分抑えられるのではないでしょうか。そんなオリックス打線の鍵を握りそうなのが、状態を上げてきている西川選手と太田選手です。西川選手は4月、5月ともに月間打率が2割台前半と苦しんでいましたが、6月に入って復調。コンスタントにヒットが出ており、非常に状態が良さそうです。一方の太田選手は5月下旬から存在感を増してきており、交流戦に入ってもヒットを量産。さらにチャンスに強いのも特徴で、3割5分を超える得点圏打率を誇っています。この西川選手と太田選手がポイントゲッターになっているので、なんとか抑えたいところです。そして、6月に入って少し状態を落としていますが、高い打率を残している紅林選手と中川選手も要注意でしょう。5月に月間打率3割3分8厘を記録した紅林選手はチャンスに強く、得点圏打率は3割超え。そして右投手を得意にしており、村上選手と西勇輝選手からすると要注意なバッターです。そして中川選手は5月に月間打率3割2分3厘を記録し、こちらも得点圏打率が3割超えと、チャンスに強いのが特徴。リーグ3連覇を果たしたチームらしく、ここぞという場面で結果を出せるバッターが揃っています。長打こそありませんが、ロッテ打線のようにしぶといバッターが並んでいるので、タイガース投手陣がどのように抑えるのか、非常に注目です。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。